ですね、アメリカ製のインターナショナルって言いまして、1910年前後の機械だと思います。でここに名盤が後で見てもらいたいんですけれども、銀座大名商会極東の総代理店から大正時代に買ったものです。で日本に現存しているものはこれが1台だけです。そういう希少のもので、馬力は10馬力ありまして、動輪の直径は1メートル3センチ、発動機の中では動輪の直径はかなり大きい方だと思います。でガソリン指導の灯油運転になります。でとりあえずガソリンで今かけますので、1回でかかると思いますので、拍手のご用意をよろしく。ダメだよ、1回失敗しなきゃ。2、3回汗かいてもらうじゃないの。成功できたらかけてもらうよ。高橋さん、汗かいてかかっちゃうんです。高橋さんだぜ。いや、プラグ抜ける、プラグ抜け。本当にかけるの？よし。一回かけるの？かけちゃうんだから。あれ、そうだね。おっ、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 いい音だ。面白くねえなぁ。ちI'm gonna go get some more.
ったらどうしたら。